そしてラトリさんが席を外した隙に地図を撮影した。正義感の強い彼女のことです。あなたが裏社会の人間に情報を流したことを知り厳しく追及したのでしょう。だからラトリさん、これがあなたの殺害動機です。言いがかりです。写真は資料として撮ってただけだ。俺が殺したっていう証拠でもあるんですか。あくまで認めないつもりですが。ではあなたの後ろのビルを見てください。屋上のあの防犯カメラ、こちらを向いてるのがお分かりでしょうか。データではあの屋上の防犯カメラは向こうを向いてるはずですからね。でもそれは設置した時の話ですね。その後オーナーの事情で向きを変えたそうなんですよ。じゃあ全部。ええ全部。これでもまだ認めないつもりですか。認めますよね。変えてもらったんですよ。警察庁から私に問い合わせがありました。あなたですよね。訴え手を全て教えてください。そんなことしたら俺まで。相手はヤクザですよ。犯罪に利用されるかもしれない。消防団を洗って証言を取ればいずれ分かることですが。騙したのか。